皆さんこんにちは、健康読書です。今回の動画は、読者から早起きができるようになったとの声が続出のベストセラー、すごい早起きという本の内容を参考に、絶対に寝坊しない早起きできる裏技6選をご紹介いたします。それでは参りましょう。1、好きな飲み物、食べ物を用意する。まず前提として、早起きしなくてはならない、早起きは辛いという意識を減らすことが大切です。早起きすると良いことがある、早起きしたいとワクワクする気持ちを持つことが大切であると著者の塚本さんは述べています。そこで、毎日をワクワクさせてくれる方法の一つとして、朝に好きな飲み物や食べ物を用意するという方法があります。例えば、1日1回の甘いものを朝食で食べる、夕飯を少なめにして朝しっかり食べる、自分の好きなコーヒーや紅茶を用意するなどが挙げられます。ちょっとしたことですが、飲みたい、食べたいという気持ちをうまく利用して、パッと起きられるようになるかもしれません。2、早起きカレンダーを作る。この方法は、早起きをすると決めたら、専用のカレンダーを作って、できた日を塗りつぶしていくという方法です。この方法は、自分の頑張りを見える化してくれます。これを見える場所に置いておけば、塗りつぶされていくカレンダーを目にすると嬉しくなり、またやりたいという気持ちになれるのです。記録するという行為がモチベーションになり、塗りつぶされた日が増えると満足感が得られ、隙間が開くとモヤモヤして塗りつぶそうと努力するでしょう。また、塗りつぶすという行為が非常に大切で、記憶しておくだけではダメです。卓上カレンダーを用いて行うのがおすすめです。3、起床後の行動を決める。この方法は、朝起きた後の行動を習慣化し、早起きのリズムを作るという方法です。おすすめの方法は、朝家を1時間早く出ることです。これは1時間早く起きるということとは違い、明確な目的が生まれるため、起きようという気持ちになります。1時間早く家を出ることで、カフェで勉強や読書をしたり、軽い運動をするなど、いろいろなことに使えます。他にオンライン英会話など、早朝からでも受けられるサービスをあらかじめ予約することで、強制力が働き、起きる目的作りには最適です。またカフェに行ったり会話をするということは、人とのコミュニケーションを取るため、朝の活力を活性化させてくれるのでおすすめです。4、寝る前に明日の目標を立てる。早起きは気合で起きるのではなく、起きたくなる仕組み作りが大切なのは、だんだんお分かりいただけているかと思います。そこでおすすめの方法が、寝る前に明日の目標を立てることです。皆さんは、次の日に部活の試合がある日や、楽しみにしている旅行があるときに、普段は寝坊しがちなのに早起きが難なくできたという経験はありませんか？これは、明日への期待感があればあるほど、自分の可能性に期待をする自己効力感が高まり、その心理作用により、ワクワクして早起きができるという仕組みです。これを早起きにうまく利用するためにも、自分ならできる、やってみたいと思える目標を持つと良いでしょう。心理学者のデール氏によると、目標を設定するだけでも自己効力感は高まるそうです。筋トレをすることや、カフェで読書をすることを目標にするのが簡単でおすすめです。5、新しいことを始めてみる。どんなことでも、新しいことを始めるときにはワクワクするものです。そんな心理効果を早起きに生かしてみましょう。新しいゲームを買った時や、新しくバイクを買った時など、それらで遊ぶのが楽しみで、ついつい早起きをしてしまった経験はありませんか？今までに経験していない、興味のあることなら何でも構いません。例えば、筋トレや読書でも良いでしょう。朝は時間の自由度が高いので、何でも始められます。早く手をつけたいものがあればあるほど、朝目覚ましが鳴るとともに、すっと起きることができるかもしれません。6、寝る前にストレッチをする。これまでは、早起きしたいという気持ちにする方法をご紹介してまいりましたが、最後の方法は、早起きに向けて気持ちをほぐして整えてくれる方法です。おすすめは、ゆっくりと呼吸をしながら行う静的ストレッチをお風呂上がりにすると良いでしょう。力を入れすぎて痛みが出たり、長時間行うと体は逆に興奮状態になってしまいますので、注意をしましょう。まとめ、今回はすごい早起きという本を参考に、絶対に寝坊しない早起きトリガー6選と題しご紹介いたしました。1、好きな飲み物、食べ物を用意する。2、早起きカレンダーを作る。3、起床後の行動を決める。4、寝る前に明日の目標を立てる。5、新しいことを始める。6、寝る前にストレッチをする。
以上の6つの方法で皆さんも気分爽快な早起き生活が送れるかもしれません。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。